トーマス・モリスは、ヤング・トム・モリスとして知られている、スコットランド人、プロゴルファー。プロゴルフの先駆者であり、ゴルフ史上最初の若き天才であったとされる。全英オープンに4回連続で優勝するという、比類ない偉業を21歳で達成した。モリスは、ゴルフ発祥の地であるセント・アンドリュースで生まれ、また、1875年に、同じセント・アンドリュースで、 クリスマスの日に24歳で死んだ。彼の父親のオールドトム・モリスはセントアンドリュースゴルフ場のグリーンキーパー兼プロであり、全英オープンの第1回大会から第8回大会のうちで4回優勝している。ヤングトムも1868年17歳で初めて全英オープンに優勝した。この最年少メジャー優勝記録は未だに破られていない。 宣令証明書によれば、ヤングトムの誕生日は1851年5月1日となっており、長年そう考えられていたが、2006年になって、エジンバラで彼の出生証明書が発見された。幼少の頃、家族と一緒にセントアンドリュースからプレストウィックに引っ越した。10代前半までは有名な学校の一つであるエアアカデミーに通った。その頃、モリスケは豊かになり、 年間15ポンド程度のお金を私立学校に通うために使うことができた。ヤングトムは貴族や裕福なビジネスマンの指定と同じ学校で学び、この関係をゴルフゲームや友人関係に活用することができた。父親がプロ兼グリーンキーパーでかつコースレイアウトの設計までしたプレストウィックゴルフクラブで若い頃からゴルフを習い覚えた。 当時多くの若いプレイヤーがゴルフを始めるために、へなければならない道だと言われていたキャディをしたり、クラブ製造を行うといったようなことは、経験していない。オールドトム・モリスと、ヤングトム・モリス、C1870 から75ヤングトムは1864年に、セントアンドリュースで行われた、親善試合で、当時すでに全英オープンチャンピオンだった父親に、初めて勝利した。 1864年の4月、13歳の誕生日、前に父親と一緒に、パウスのジェームズ6世ゴルフ場でのトーナメントに出かけたが、プロや天マノブの競技には出場を許されなかった。主催者は代わりに、地元のユースチャンピオンとの試合をアレンジしてくれた。この試合で干渉し、当時としても、かなりの大金である5ポンドの賞金を得た。 この二人の試合には大勢のギャラリーが見守った。その時のスコアはプロのトーナメントに出ても優勝できるほどだった。14歳で全英オープンに初挑戦し名誉あるプレーをしたが途中棄権した。1866年には9位でトップから18打差だった。1867年には4位にまで順位を上げた。 この1867年には、フシでカーヌスティーゴルフリンクスで行われたオープン大会に出場した。32名の有名プレイヤーで行われたこの大会で、ヤングトムはトップタイでフィニッシュし、同じくトップタイのウィリー・パークシニアとロバート・アンドリューの3名でのプレイオフでも勝利した。この勝利で初めて一般に注目され、称賛された。 1868年、1869年、1870年、および1872年の全英オープンに優勝した。これ以降で全英オープンを4連勝したという例はない。いずれも彼が幼少の頃から慣れ親しんだプレストイックで行われた。1868年の初優勝時は17歳だったが、この最年少記録は未だに破られていない。 この大会では、父親のオールドトム・モリスが2位入賞している。1869年には8番ホール166ヤードで、大会初のホールインワンが記録されており、この時のスコアカードが、プレストウィックのクラブハウスに展示されている。大会規則に従い、オリジナルの優勝ベルトを保持することを許された。現存するクラレットジャグは1873年に制作された。 もので、ヤングトムは1872年の大会でも優勝したので彼の名前が戦闘業に刻印されている。1870年に優勝した大会では573ヤードの1番ホールのスコアとして3が記録されている。ヒッコリーシャフトとガッティーボールの性能から推定してフェアウェイからおよそ200ヤードのショットがホールインしたものと考えられる。 当時の573ヤードはパー6に相当するとすればこれは史上初のアルバトロスであった可能性が高い。1870年大会の第一ラウンドのスコアは47だったが、ホールあたりの平均スコアが4以下となったのはこの時が初めてだった。トム・モリスフ子はしばしばマッチプレーの掛けゴルフをした。父、オールド・トム・モリスが50歳を超えた頃に、 パッティングに苦しみ勝率を落とした時代もあったが、ほとんど負けることがなかった。仲間のゴルファーであるデビー・ストラスと共に、スコットランドや一部のイングランドをツアーし、公式の許可なしに観客からお金を取ってエキジビションプレイを行った。それまで誰もやっていないことだった。このことはすでに確立されたゴルフ工業のしきたりへの挑戦だとして、ヤング・トムト・ストラスは幾分かの批判を受けた。 彼らは試合をする前に報酬の支払いを要求した初めてのゴルファーでもあった。これが見せ金制度の始まりで、それまでのゴルファーは試合の結果によって工業主の支払いが増えたり減ったりしたために不安定を強いられていた。また、セントアンドリュースのメンバー及びかけ主に対してオールドコースで与えられた基準を下回るスコアを出すことができるとかけ、7連勝した。 この形式の掛けも当時としては革新的なものだった。1869年にオールドコースで行われたセントアンドリュースプロフェッショナルトーナメントはマッセル・バラのボブ・ファーソンとのプレイオフになったがこのプレイオフで打数77をマークして優勝した。この77はコースレコードでそれまでの79を2打下回るものだった。このコースレコードはその後20年間破られなかった。 身長5フィート8インチで、がっしりとした体格と強い手首を持っていた。写真で明らかなようにグリップは父親と同じインターロッキングだった。ロングショットでは力強いバックスイングでボールをハードヒットしたが、余力も残していた。通常は低中弾道でライバルたちと同様の距離が出たし、トラブルも少なく、また風にも強かった。ショットメイキング戦略として、 意図的にショットを曲げるプレイヤーの初期の一人でもあった。ラットアイアンの新しい使い方として短いアプローチ時にボールを上げてハザードを飛び越えさせるのに用いた。時にはボール着地後にバックスピンがかかることもあった。それまでのアプローチは純粋なランニングアプローチかチップランが常等だった。距離のあるアプローチでは ニブリックを用いることもあった。ライバルらは彼を参考とし、アイアンによるプレーがその後発展した。モリスはパッティングやチッピングにも卓越しており、事実、重要な状況におけるショートゲームで幾度も勝利をつかんだ。あるゴルフシアは、モリスほどショートパッドを外すことの少ないプレイヤーを見たことがないと書いている。パッド法はやや変わっていて、 オープンスタンスでボールを右足近くに置いて打った。ゲームマネージメントとしては確率を重視したショットや、ルートを選ぶ傾向があった。しかし計算されたリスクを取ることを恐れることはなく、父親より大胆だった。プレッシャーが高まると、しばしば普段より良いプレーができた。調子が良い時は、彼のゴルフは完全で弱点がなかった。彼は、こういった種類の最初のゴルファーであり、 ゴルフ氏においてもほんの一握りのうちの一人である。ヒ・セイアンドリューズ、ファイフ、彼の名前を単にトミーとして示している。1875年9月11日にノースバーリークで行われたチームマッチでモリズフ氏がパーク兄弟と対戦したが自宅から電報が入り、ヤングトムにすぐに戻ってくるようにと書かれていた。妊娠中の妻。 マーガレット・ドリンネンには状況の悪い陣痛が始まっていた。その時試合は2ホールを残していたが、モリスフ氏は最後までプレーして勝利した。そして、フォースワンを船で渡り急いで帰宅したが、妻と生まれたばかりの赤ちゃんはすでに死んでいた。ヤングトムはこのことで昇進した。それから4ヶ月を経ないクリスマスに、トムも死んだ。24歳だった。 死亡診断書によると正式な死因は肺出血による無呼吸であるとされている。この数週間前に悪天候の中でトムはマラソンチャレンジマッチを行い勝利したが、これが彼の体力を奪ったのではなかろうか。モリスはプレーの水準を大きく引き上げた途方もない改革者であり、彼自身のスキルの向上とともに観客のためのゴルフ人気の向上に大きく寄与した。 彼のチャレンジマッチには、スコットランド中から何千人もの観客が集まった。1870年代には、チャレンジマッチの取材のため、ロンドンの主要な新聞や雑誌が、記者で400マイル遠方のスコットランドに特派を送り出した。チャレンジマッチやトーナメントの多くで、ヤングトムは勝利したが、そのまま競争力を維持するために色々と改善をしなくてはならないライバルたちの敵意を、 最小限に抑えることができた。彼はフレンドリーな性格を持ち、また広く尊敬されていた。ゴルフマガジンによる2009年9月のベストゴルファー調査でヤングトム・モリスは14位にランクされた。これはそのキャリア全部が19世紀中で完結しているプレイヤーの中では最高位だった。父親のオールドトム・モリスは19位だった。NT イコールトーナメントなし WD イコール途中。 危険 T はタイスコアを示す。ありがとうございます。